なんか時間的に途中までしか見れなかったんですけど、そう、そう、途中でいつですか、行った水曜、水曜、わあ、じゃあ通ったわ。うわ、あの JR で言ってよ。なんかそのエスコ見えて、JR から見えるの。そうで、なんかその選手召喚ってされてて、ちょうどガチで、そこでなんか駅やってるから、そういえばルリ見に行くって言ってた。中川って人いたの中川って人がルリもしかして出た敵チームなんですけど敵チームなんですけど、いたんで応援してきました。ルリいたんだ、そこに。ちょっとだけ応援してきました。あ、見てたの。あ、見て、応援してよ、中川。分かった、応援するね。あ、でも結果的にはなんかテレビで見たら日ハム勝ったって言ってたので、うん、よかったです。はい。ということで、はい、来年はルリンが、じゃあ3年だから行くんだ。来年はどっかまたなんか行くみたいなんで、来年もまたなんか剣覚えておきます。剣覚えて。復習しよう。あ、復習。盛岡は届け。岩手。よし、よしよし、完璧。はい。ということで、次の曲いきたいと思います。はい、聴いてください。いつかじゃなくて、今君に会いたいんだ。ありがとうございました。